試合を再開いたします。ただいま青コーナー安選手の攻撃がロングローと判断されたため時間を止めています。
試合を再開します。はい、まずはじめに試合を振り返っての率直な感想を聞かせてください。はい、試合やってみて最初距離感があんまり自分の中でつかめてなくて、もっと蹴っていこうと思ったんですけど、思ったよりジャブとか当たったんでパンチで、自分の得意な分野で攻めれたんで良かったなと思ってます。はい、それでは対戦相手の安城太選手、はい、実際試合してみて、試合前と試合後何か印象違いなどはありましたでしょうか。いや結構やっぱりロー強い選手やなと思ってたんで警戒してたんですけど、やっぱちょっと最初の方にもらって痛くて、そこでもうちょっとパンチで倒しにいかんとダメやなと思えたんで、イメージ通りっちゃイメージ通りでした。はい、それでは最後に今後の目標を聞かせてください。はい、今後はやっぱり暮らしてどんどん
上の選手とかを倒していきたいと思ってるんで、そこからクラッシュで名前を打っていって K1 に出て活躍したいと思ってるんで、皆さん応援よろしくお願いします。